はいどうもお茶です。昨日はね動画切れなくてねすいませんでした。どうしてもね昨日はね調子悪くてランクもやりたくなかったんですよね。なんでね撮りませんでした。はい、まあ、今日は、まあ、調子の方は普通なんでね撮っていこうかと思います。やってくれお願いだ。おおやってくれた、やっとだ。スレイヤー苦手なんですよね。お、相手20段への挑戦じゃん。俺相手にしてか、17段で昇格戦ってよっぽど勝ってきたんだろうな。さあ止めてあげたい。さあ読んでいた。え、じゃあ攻撃ボタンが反応しなかった。無理。あー叩き落とされる。さあ全部直が、さすがに直がしすぎ。おそらくね、あやもうなんかダメだ、やべ多分デッドアングル。えそっか、あ死んだ、勝利出なかったわ。そういえばそうだった、近づくだけで飛び道具でもブリッツにあんだ。そうだよ、めんどくさいんだよなそこらへんがな。あーやってきた。おーおーおー、やってないのにそんなこと、完全に運。投げれねえ、はいかっかん、あかきゃんちゃんとしてくる。さあこれ美味しいな、195ぐらいですね確か。なんでそれ、よし悪いけど止めさせてもらうぞ。読んで今バックスやったんだけどダメだったわ。セバーです。さあガードしてくるというか入れっぱすね上ね。あーなんで、何をバーサイトくれたし、なんか回線抜かれそうな気がするんだよな。しっかり投げ角は取っていって、見てから5番、それが俺この前見つけたスレイヤーの対策。さあここで最後の意味当たってくれたし、回線抜かれそうなんだよな。さあどうだ、青抜かれない。おお清いな、まあ、それが普通なんだけどな。結構俺回線抜かれるような人とね何回も当たってたりするんでね。よし読み当たっていく。ここね、ソリだったらね、ああいう場面でブッキラとか通してね、いいんですけど、回、特にいいのがないんですよね。あれ赤キャン使ってくると思って攻撃入れなかった、もったいね。セーバー随分警戒してますね。なんだこれ、これで前者なのか。やべえって。相手ゲージ溜まんの早えな。まあ、ゲージも出ても使わなきゃ意味ないんですよ。まあ俺は使いすぎやと思うけどさすがに。あーっとやった、これはさすがに死ですね。はい、しっかり殺し切ってくる。できればストレート勝ちしたいなっていう。おおおよし、相手結構ぶっ破してきますね。ゲージアークあるときだったら分かるんですけど、ここもうちょいなんかコンボ続けられたかな。あ結構相手あれですかね、バック捨てとかで失敗してんのかな、これは多分結構入れっぱな方ですかね。やったー、にしてもあれ昇竜と相打ちか。
やばいな、結構判定強いんだな。やべ、ガーフもう吐くとこないからここで吐いちゃって、大丈夫、ギルティはここからも逆転があるゲームです。さあ死んだこれ。やっぱぶっぱしてくるな。昔の君は理想論者だった。太田の重責を知った今、だけどね、まあ相手としてはね、今勝ってもって感じですよね。さっきのなんだっけ、ランクアップの試合でね、勝てたらって感じです。なんだこれ、嫌がらせか。あ、嫌がらせだ。ちょっとじゃあ今日動画短いですけど、こんな感じで終わりたいと思います。もう1試合撮っちゃうとね、ほんと試合じゃなくて動画時間がめっちゃ長くなっちゃうんでね、あんまそういうの俺嫌なんですよね。ということで、今日はね、まあ、中途半端ですけどこんな動画になりました。では失礼します。